たかと言われてしまった。来ました来ました来ましたって言うのもおかしいけど、どうも。寝る前に暇になってしまったおきぽです。さっきぶり。そうですね、暇になってしまいました。どうしましょうか。うん、暗いな。ちょっとになってきた確かに高齢になってきたけど、別に高齢化しているわけではなく、本当に暇な夜が続いているんですよ。それだけなんです。でも明日の朝はやらない。確かに早起きだから起きてるんだけど、もう私はタクシーを信用してないから早く家を出ることだけ考えてます。うん。お休みレギュラー化、いやレギュラー化はしてない。今はただ暇だからしてるだけであって、多分なんかスッと終わります。季節限定、そう、期間限定。なんて身のある話なんだ。いや、身のある煽りでしょ、煽り。まあ癒される、そう言っていただけたら本当ありがたい。歌唱力の予選、歌唱力歌ってきました。多分いつだったかな、放送される気がします。そう、難しかった。やっぱ生演奏って何回かしか経験したことないから難しいですね。何の曲を歌ったかはお楽しみに。満足のいく歌唱、満足できたのかな。難しかったね。すごい難しかった思い出ではあるけど、前とは全然雰囲気が違う。でも共通してるのは、以前歌った前の歌唱力の時に歌ったのは、私がオーディションの時に歌った曲で、で今回も私がオーディションの時に歌った曲で、
去年はドラフトのオーディションだったんだけど、今回は STU のオーディションの時に歌った曲が課題曲の中に入ってたから、それを歌いました。まあお楽しみに。だから個人的にすごい思い入れのある曲なんですよ。多分グループさんによってやった日とかは違うと思うけど、私は結構前にやりました。楽しみに。ピアノ演奏でしたよ。でも前回よりはピアノで歌いやすい曲かもしれない。前回の大切な君、井上園子さんの大切な君は、あれは結構上級者向けだったんだけど、今回は結構ゆっくりめのピアノ曲でした。でも難しいねやっぱ。楽しみにしててください。ほほう、ぜひぜひ。いい顔してるぜ。そうかい、ならよかったで。まあでも皆さん今日一日お疲れ様でした。本当に、よく頑張りました。おきちゃんもね。ありがとう。今日も一日終わる。なんかこんな感じで1年って過ぎ去っていくんですね。もう9月か、早い。もうすぐ夏が終わります。いつまで夏と言っていいんでしょうか。9月までですかね。まだ9月は夏な気がするんですけど、もうちょっとしたら秋か。音玉ある。音玉が終わったらもう秋かな。なんか音玉はまだ夏フェスだから、音玉が終わったら秋突入かな、私の中では。楽しみです。そしてあのレーンが発表されてたんですけど、握手会のレーンが7日が10レーンで、8日が2レーンでした。東京流通センター。のでどちらもよろしくお願いします。8日は確かに端っこ、2レーンこんな端なのは初めてかもしれん。どんな風にレーン決めるんだろうね。わかんない。舞ちゃんとかは9か19っていう絶対的なキングさんの配慮があるからもうわかるんだけど、ワイラは多分適当。適当かな。
そう、なんで9じゃないんですかって言ってからもう9になるようになった優しいお肉ちゃんなのに、私でもそんな数字に固執はしてない私この数字じゃないとダメっていうのはないんだけど、圧っていうか、いやそんなんじゃないよ、キングさん結構なんていうんですかね、ユーモアスタッフさんですね。お待ちしてます。7、9、2日間。ぜひぜひ待ってます。っていう配信寝る前のお知らせ配信でした。明日は朝配信しませんが、夜ホテル着いたら配信しようと思ってます。でもホテルな、あそこは Wi-Fi がな、 Wi-Fi つけてなくても切っててもなんて言うんですかね、立地がもう多分ダメなのかもしれない。実況したいんやけど、コナン実況したいんだけど、いつものあの電波の悪いところなんですよね。いやー、あれ、あそこ電波が悪い以外は本当にめっちゃ好きなホテルなんだけど、だから多分明日はちょっとイライラかもしれないです電波悪いみたいな そう、あそこです。お尻たけしの、まあでも楽しみにしててください。とか言ってたら本当に眠くなってきましたね。こんな感じで本当今日はゆるゆるでございます。23時56分。おお。じゃあ今日はね、こんな感じで終わりますが、まあでも握手会とかでいろいろお話ししたいですね。ぜひぜひ。ありがとうございましたまあ明日はちょっと電波が良ければコナン君でも見ながら実況しようかなと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。じゃあランキング読みます。一応あれちょっと待って、見れん。13位りなちゃん、ありがとうございます。12位が太郎さん、
ありがとうございます。チーチーが星子さん、ありがとうございます。みえん、10位がアチチさん、ありがとうございます。9位がチャンツーさん、ありがとうございます。8位がひな、ありがとうございます。7位がスエンさん、ありがとうございます。6位が市下さん、ありがとうございます。5位がトニさん、ありがとうございます。4位がニコちゃん、ありがとうございます。13位から4位までの皆さん、ありがとうございました。そして3位が台湾夜嵐お気づきグッドナイトさん、ありがとうございました。2位がムルさん、ありがとうございました。そして1位がトートーさんでした。ありがとうございました。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。というわけで、そろそろ終わりたいと思います。また明日おやすみなさい。バイバーイ。じゃあどうしようかな切ろうかな。バイチャラッポー。じゃあまた明日メール送ります。おやすみ、バイバーイ。3、2、1、バイバイ。